Bonsoir YouTube, c'est le chapitre 6. モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？では、そういうことですので、お引き取りを。大ごとにしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでる。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何にもないんだろ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。やっぱり fait le show lui。Voilà, un cab. 君らも出て行け。その前に庄野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから庄野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど。それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は庄野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。ビシュ。C'est vrai que c'est bizarre qu'il nous a trouvé ce sac. Putain, comment j'ai fracassé le comptoir. いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの庄野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから。また出直します。
いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんな。でも一応ショーノの居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。S'il y a du bruit, c'est mon connard de frère qui regarde One Piece. Mais je m'y fais peur. Ayashii na. Normalement, avec les RTX, ça devrait aller. Center 長室. 俺らがさっきまでいた木戸の部屋だ。Sinon, il y a les RTX. Ayashii na. Hmm? Center の附属病院。確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。あ、je peux faire ça? これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。C'est ouf! C'est inutile, mais c'est... これは…あ、security check。なんだ?開発研究棟。ここか。受付の人、異常タンパク質のフロアとか言ってましたけど、この掲示板じゃ細かい場所まではわからないですね。メシ、セシュアレキットで。ん？怪しいな。セキュリティゲート。ここから奥が開発研究棟か。チップトップ。あの、すみません。何か？こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。いいんですか？ええ、ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。矢上と言うんです。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。ところで、ショーノさんがいらっしゃるのは、Point dépensé。 橋本さんはここではどういう？アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーがショーノで、私は一番下っ端ですね。そういえば、アドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドテック9は期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに？これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると、2050年の認知症患者は1億3500万人。つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき
木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらに小野が。じゃあ私はこれで。Yes, madam. Yes, madam.小野さん。八神さん。なんで、どうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや、困りますよ。センター長は知らないんですよね。どうされました。一ノ瀬さん。いや、その生野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんた、さっきロビーで見たの。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドテックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。生野さんが迷惑がられてます。お引き取りを。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違います。なるほど。生野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷は何であなた宛に電話したんです。だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。Oh mon dieu. Ça c'est sûr. J'ai tenté ça. 新谷弁護士は殺された後、犯人の手で両目をえぐられていました。それ以前にも神室町で似たような事件が3件起きています。生野さんはその事件のことを。知っていますよ、もちろん。ニュースで見ました。それでも新谷から電話を受けた心当たりは。本当に何もない。ありませんよ。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長。もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。生野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの生野さんに電話したか。八神さん。厚労大臣がどうのって話は最近神室町でも聞いた。
はい。いつだったあれは。誰と話した時に厚労大臣の名前が。Je sais même plus. Au secours. Qui c'est qui me parlait de ça? Ayabe からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めは、なんで関西の教令会がカムロ町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ、けど都市開発だったら国土交通省とかじゃねえ。厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ、杉浦の方で何か探るっつっては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。八神さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、八神さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いや、いいですよそういうのは。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ。ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃ。Quartier. Ouais, on va attendre une bonne. Ah! Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ma fin! Qu'est-ce que tu veux? Ah! Mais si, dans quoi? Mais... Faire comme Benzi, demander aux gens de payer mes vacances au Japon et mes repas et mes achats. Comme des pigeons, les gens ils vont payer.
Kickstarter. Quickstarter. Tout à fait, l'argent. Tout à fait. Putain, si je pouvais gagner. Si j'aurais une maison toute neuve en ayant mis de l'argent dans des Kickstarter, putain. Je serais le roi de l'immobilier. Oh mais j'en ai marre de ta vie. Oh. Merci, ta gueule. Hi. D'accord. Merci, oui. Attends, on va regarder. Ah, les QR codes, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup trouvé. Les drones, je me suis rarement servi. Fléchette, on s'en branle. Ah, le shogi. Fait en Shinkaya. Je sais pas ce que c'est. Cryptage, je sais. Vas-y, je lui donne les 100 000, Nick. Voilà, j'ai fait un Kickstarter, je suis content. Maintenant, on attend l'appel de l'autre. Attends, parce que je peux attendre. Faut que j'aille là pour débloquer l'appel, d'accord. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai failli casser le scout. Putain, Kaito-san, qu'est-ce que tu veux? Yo. Yo. Bravo. Oui, non, je suis pas dit. Eh? Oui. En fait, c'est juste une bière. C'est juste à côté en plus que ton œuf.
カイト。おう。Je peux venir, hein, je sais me battre moi aussi. Putain, 800 balles par jour, c'est bien. Hey. Kaito. Aibo. Aibo, mon pote. Comme dans... Merde, comment ça s'appelle déjà? Ah, c'est Kokusui. Hein? Oh, Aibo. Non. Non. Oh non. Vous faites chier avec vos missions secondaires principales. Qui sont secondaires mais qui sont principales. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est où? C'est ça? Non, je crois pas que c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Putain. Oh bordel! Hein? J'ai pas la carte? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, je suis peut-être aveugle. Non, pas du tout. Oh, mais quelle bite. Oh,
Ah, je sais pas où aller. Ah, ça me saoule. Ça me saoule. Ah non. Ah non. Ah, ta gueule. Non mais ta gueule, je t'ai dit. Je vais pas m'amuser à faire tout le grand tour quand même. Merde. Oh putain. Oh là là. Ils sont pas casse-couilles hein. JPP. Peut-être il est à l'agence. Oh, j'en ai plein de cul. Plus s'il fait chaud, ça m'énerve encore plus. Oh, je vais vous casser. Vous me faites chier. Mais balance ton nom si t'as envie. Le flip-flop japonais. Ah non, il l'a pas fait. Ouais, si tu veux. Le flip-flop. Vous me faites tous chier. J'en ai plein le cul de bouffe. Mission secondaire principale. C'est de faire secondaire, mais qu'est-ce que je m'en branle de... Oh, j'ai un cadeau. J'ai chaud. Je vais mourir. Non, mais... Ah, j'en ai plein le cul, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Yagami, t'es un pont? Pourquoi tu passes comme ça? Je récupère les cadeaux, qu'est-ce que j'ai comme merde encore? Ah oui, c'est mon truc. Ah, très bien. Dossier. Menu du... Ah, c'est pas grave. Je peux plus. Je suis dans le dossier, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Mais c'est ça. T'es un cachet, allez. Oh putain, merci. C'est où? T'es un cachet. Mais c'est là. Pas me faire chier. Là, je fais ça et j'arrête. J'ai trop chaud. Plus avec la play là, laisse tomber. Salut, bande de cons.
Non mais c'est une affaire secondaire, s'il vous plaît. On s'en branle, je me... J'en peux plus. Kaito! Camille, s'il te plaît. Va te faire envoyer. LOL! Mais pourquoi tu lui as pas mis un kick? Coucou. Je voulais faire un coup ex mais ça a pas marché. Ça marche si je retourne le magasin? Non mais à qui je dois parler? Putain, allez, on se fight. Salut. Je peux le péter dans la vitre. Dans la vitre du smile. Viens, viens, on se bat à l'intérieur. Viens. Putain, on a cassé le Smite Burger. Le petit mange au calme. Salut. Mamie qui mange au calme aussi. Non. Pas l'homme au chat. Non, ma meuf, je m'en fous. Ah. Oh. Ouais. Ouais, nouveau pote, ouais.
逃亡。ああ、voilà。もしもし。Ah, West fight. West fight, certainement West fight. Tiens, fils de pute. Le tard. Hop. Oh là là, magnifique. C'était beau. Je m'appellerai Mysterio. Kaito, t'es un enculé en vrai. Oui, qu'on était potes. Oh. Allez. Oui, il fait chaud, je vais arrêter la play. Je finis ça et j'arrête. Le flip-flop japonais. Ta gueule! Comment je vais faire pour l'espionner? Je
Ah mais oui, mais je suis trop con. Les vêtements sales. C'est beau. Qu'on en finisse vite. Supplé. Kaito. Oh. Et toi, t'es mon pote, tu me crois? Aïe, bon! Aïe, bon! On va se battre, on va se taper. Eh bien, on se tape. Ouais. Ah. Grosse baston, heureusement que j'ai de la bouffe et tout. Ah.
Oh bâtard! Ce combo là il marche bien. Il est efficace en plus. Oh, le flip-flop japonais! Bâtard! Il se laisse pas faire l'enculé. Bouffe salaud. Il veut pas se laisser faire un flip-flop japonais. C'est pas le fou, j'ai un vélo. Ben voilà. Mais ta gueule, toi. Tonnerre. Ah, il était gentil depuis le début. Oh. Des vieux sbires.
Allez. La gare. Pourquoi j'ai pas le club de golf, il est où? Je t'ai cassé. Ah mais je voulais faire un flip-flop. Mais pas laisser faire, enfoiré. Paf. Quête principale, mais secondaire, mais qui est principale? Ah. Oui, mais j'ai vu. Oui. わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。もう、まあ、voilà。Tu m'écris. Oh, qu'est-ce qui se passe?Déjà, on va faire des aptitudes et on va sauvegarder. J'ai pas d'ignis encore. Est-ce que c'est worse? Vas-y, je m'en tape. Vas-y, je laisserai Kim se faire casser le cul, c'est pas grave. Il fait chaud, merci, au revoir, YouTube.Ah, peut-être samedi, vendredi fait de l'orage et après il fait un peu mieux. Donc, ouais, samedi on verra. On verra si The Last of Us ou Jugement. A plus.